はいえー、それででは今日も読レビューをしていいいきたいと思いますでこのチャンネルでは私が一日一冊を目標に本を読んでその内容をこうして動画形式でレビューをしていくという内容になっています。 でえー、とチャンネルページにですね、再生リストが作ってあるので、まあ、ぜひ見ていただければと思うんですけれどもいつもはですね、えー、とビジネス書とか一般教養についての本をレビューすることが多いですでその他にも習慣化継続化についての本であったりとか、えーまあ、心理学についての本で最近は、えー、とお金についての本とか、まあ、資産形成投資についての本っていうのが、えーまあ、増えてきてますもしよろしければチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします はいえそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います、えー、今日はですねあなたを幸せに幸せにする究極のホテルというタイトルの本をご紹介したいと思いますでえっ、ー、とこの本はですねもうタイトルの通りなんですけれどもえっ、ー、とまああのサブタイトルにあるように今アジアンリゾート 特にアジアンリゾートについて、えーまあ、あの著者が幸せになると感じるようなホテルっていうのを紹介しているという内容になりますで実はですね発売がちょっと古くて2002年の本になりますので、あのーまあ、細かいホテルの詳細についてはお話をしませんでまた、あのー、この中に書いてあるホテルがですね今まだあるのかどうかっていうのもちょっと分かりませんしまたもっとより良いホテルっていうのも出てきてると思います でえーとまあ、なので、まあ、ごく簡単にご紹介までなんですけれども、どちらかというと、まあ、あの私もです、ね、ちょっとこの本を読んで、あ旅行っていいな、ってこうリゾートっていいなっていうふうに思ったので、まあ、その気持ちをちょっとお裾分けというか、できればと思って、まあ、そういった気持ちでご紹介したいと思います。でえー、と先ほども言いましたけれども、まあ、アジアンリゾートが多いんですね、でえー、と本の中で非常に多くの写真がこう、えー、使われていまして、 まあ、アジアなんでですねあのこう緑が豊かでまた、えー、カラフルなフルーツとかですね、えー、こう何て言うかな開放感のある、まあ、ビーチとか、まあ、そういった、えー、写真が非常に多いです。で、まあ、こういう写真をこうパラパラ見ながらですねどこのホテルがどういうふうに良かったっていうことを、まあ、著者が語っていくというような内容になっていました。 でやっぱりですね、あのー、あの私は非常にあの旅行が好きなんですけれども普段こう会社でこう働いているとですねどうしてもストレスが溜まってきたりとか。 また、えー、とそれだけじゃなくて、えー、と新しいアイデアが出にくくなったりとか何、えー、ていうのかな革新的な生産性の高いこうアイデアというのが出にくくなるということがあると思うんですよね。でそういう時にやっぱりこういうホテルに行くで,、まあ、できればあのもちろんお金がかかるんですけれどもできればちょっといい背伸びをしたホテルに泊まって、えー、羽を伸ばすと、まあ、そういうことっていうのは非常に重要なんじゃないかなと思います。でえーとまあ、そうするとです、ね、やっぱりその普段の生活に にまた戻ってきたときに張り合いが出てまあ、より良い仕事ができるとか、えー、まあ、そういうことが好きで僕はよくあのこうお休みや旅行に出かけたりするんですけども、まあ、まさにですねその旅行の気分っていうのをまあ味わうことができる本だったなと思います本当にあのさっきも言いましたけども写真が多くてですねあの綺麗な写真が多いんでで、まあ、本当にあのあのの羨ましいなとか えー、まあ、そういった気持ちになりながら、えー、読んでました。はいで、えっ、ー、と。さっきも言ったようにですね。えっ、ー、と非常に写真とかも多くて見てるだけでもですね。ああ、いいなって自分も行ってみたいなと。なんとなくこう癒されたようなまあ、逆にえっ、ー、と行きたいなという気持ちだけが溜まってしまうような。ちょっと変な気持ちになりながらまあ、読んでいました。 最近、ちょっとアジアンリゾートに、えー、旅行に行くことはあんまりないんですけれどもあの、まあ、そういったところに興味がある方はです、ねまあ、手に取っていただいて読んでみるとあの自分の旅行の参考になったりとかまた自分のこう妄想を膨らますのに、まあ、役立てていただければいいんじゃないかなというふうに思います。今日は以上です